はい。すいません。ちょっとくだらないネタばっかり出しちゃったんですが、この動画がとても重要な動画になります。はい。数日前にちょっとボリュームが大きめの動画を出しますと言ったのがこれのことです。はい。ということで、ちょっと青白子切り抜きさんたち、ぜひこの動画切り抜きで使ってください。これはとても重要な内容になりますので、ぜひ拡散よろしくお願いいたします。はい。で、青白子がミニシマ社長に え、脅されてる、脅迫されてる内容というのを、これから暴露していきます。で、これがですね、え、ミニシマ社長が使っている自称探偵、え、の恐喝や恐喝屋三河が、え、青字老子を脅迫した内容になります。で、え、この内容はですね、え、崎さん本人から使用許可を得て公開します。はい。なので、本来でしたらこれは、え、崎さん自身が自分のチャンネルで公開する予定だった内容なんですが、今動画が出せない。 彼が、えー、状況にあるので僕が、えー、美咲さんに代わってこれを公開させていただきます。はい。ということで、えー、内容を早速公開,、えー、公開させていただきたいと思います。で、えー、こちらですけども、えー 三河ですね。自称探偵の三河。これ今までに何度か動画で取り取り上げましたけれども、探偵というふうに名乗ってるんですが、実態は恐喝をして、で脅して、週刊誌に記事を書かせない代わりにお金を払えとか、いうことを、あるいはその週刊誌にお金を払ってこういう電話の記事を書かせとか、いうことをやってる人物ですね。はい。で、まず最初に、 あの、三島社長がですね、えー、まあ、1ヶ月ちょっと前ぐらいに、あの、北見のレイプ事件と、えー、ギターで頭を叩き割った事件、えー、まあ、これの動画を出し始めて、で、その、北見のその、事件のでっち上げの証拠、まあこれを公開されたくなかったら、えー、お金を払えという、えー、脅しをかけました。はい。 で美咲さんがそれに対して事実無根なので金は払わないということを言ったら美咲さんとこの三川の共通の知り合い経由でやめてほしかったらこちらの要求をのみということが連絡が来たそうですはいそちらの証拠を今から見せていきますはいこちらがですね「両三川」と書いてありますねはいこれが恐喝屋三川と青白郎じとこの三川の共通のとある 知り合いの方のの方スクショ画面です、えー、どう思いますか、えー、謝罪動画を上げる。美咲さんが謝罪動画を上げる。えー、同時に以後、えー、他人への誹謗中傷をしない制限をする。えー、過去の他人への誹謗中傷動画、えー、ツイートを消す。そして、その消した事実と理由も公開する。確、え、保、ー、消す基準はこちらにありと。YouTube および Twitter 活動は継続。ただし、執行猶予が明けるまで YouTube のライブ配信は行わない。 他人,の他人や組織の誹謗中傷動画、ツイートは以後一切上げない、他人からの中傷への対抗言論も禁止、一連の騒動や動画に対しての事実の公開は不要、不問、説明責任なし、裁判を取り下げる必要なし。 過去,に過去の動画は消さなないただし明確な理由があれば可能これはミネシマサイドの話ですね。この白い四角の方が青白王子サイドに要求する内容。で、この黒い四角がですね、ミネシマ社長側の条件ということですね。以後関連動画を上げない。最後に1回のみ勝利宣言の動画を上げる。金銭のやり取りをしない。もちろん最後は弁護士同士のやり取りをする。はい、ということで、こちらの要求をこの青白王子の知人、 を介して、えー、連絡をししてて連絡きたとということで,す、ね、で、す、え、ね、ー、この知り合いの知人の方、えー、向こうが渋谷警察署に刑事告訴を受理されたのを知ってます。えー、峰島社長のことですね。えー、峰島社長が刑事告訴、えー、されているのを知ってますと。知ってますかと。いや、知らないですと。そう言ってます。であれば放っておきましょうか。続きます。 はい、えー、続きのラインです。はいえー、私が捜査一課で仕事していた時の理論だと青汁の言ってる方が分があるような気がするんですが峰島社長は逮捕されると思うんですが大丈夫ですかと、まあ、この共通の知人の方はもともと捜査一課で働いてた方ということですね。はい、でそれに対する、えー、三河の返信それは厳しいかとただもしでに警察がそのような動きをしているなら捜査の邪魔をする気はありません見守りましょうよ えこれ被害者本人の告発じゃないですよね。かからない方がいいですよ、これ。あの、この北見の件の話ですね。まあ、もともと、まあ、ガスネタなんで、まあ、あの、被害者なんていないんですけれども、えー、それをまあ、え、関係の、えー、関係者をなぞる、え、人物ね。あのー、まあ、嘘つき3人組とあ言ってる。まあ、これが、あの、まあ、結局正体はわからないままなんですけども、えー、が言ってる話だから、これかからない方がいいですよ、ということを、え、元捜査一課の、え、仕事をしてたこの共通の知人の方が経験上、え、やめた方がいいというふうに言っています。 はい。そして、この共通の知人の方と、を介して、青白人三崎さんと、この三川が直接やり取りをすることになります。それを繋いだ時の LINE の画面のスクショです。これがですね、この黒い四角で隠されている方がさっきの共通の知人の方です。で、これは三川サイドの画面になっています。それはなぜかというと、この三川がこのやり取りを後で三崎さんにスクショで送った時の画像を使っているから、これは逆になっています。なのでこれは三川サイド、三川が送信した画 画面が表示されています。で「はい合います」ということで、まあ、3人のグループを作ったということでここで3人のグループを作ったということですね。はい、で青汁が触りを見たいまたは聞き,聞きたいというんですが触りをもらうことは、えー、可,能可能ですかということで。 えー、なんとかさんには公開しますよ。しかし、こちらは両親で言ってあげてるだけなのでえ、美咲さんが要望できる立場ではないと、えー、思っています。もし、猜疑心があるようでしたら、もう言いません。ということで、まあ、交渉、まあ、交渉にあたって、まあ、あの、美咲さん、あなたには、えーまあ、選択する権利はないですよ、ということを、まあ、言ってるわけですね。という、えー、こういう感じで脅してきてるというわけです。で、この後、えー、つながって、青地老子本人とこの美川のやりとりが始まります。 はい、えこちらが、え三河と、え青次郎次、え三崎さん本人とのやり取りです。で、えさっき見せた、えこの要望ですね。え青次郎次サイドはこの状況をのめ、えー、三島、えー、シマサイドは、えこうするというのがこれですね。はい、ここの部分を送ってるということで、これが要求ですかお金じゃなくてということで、具体的な内容を確認していますということですね。え要求でもないです。これで和解してはですと。 この文案は誰が作ったんですか、えー、でその前に私たちは和解の必要がないかと。だって揉めていませんし、揉めていません、揉めませんし、調査をがっつりさせていただいたことは認めます。はい、で、えー、書いたのはこの三河本人ですということですね。はい、えー、それで、えー、結局だから話したけれども、まあこれはもう交渉の余地がないということで決裂、まあ、した後ですね、の、えー、画面です。 で、え三河。えあ、それは完全に誤解です。僕か、僕は一件も電話してないんですよ。えだから怖がるわけはないかと。え逆にその事実は警察にご確認いただければわかるかと。えということで、ま、その地元に取材をしてるという話についてですね。えご家族に関して、え三崎産業やクリオネシカ、お父様の家、えこれ隠してるとこは、え三崎さんの妹さんの実家など判明しておりますが、え取材もしていませんし、取材する予定も ありませんそして調査報告すらしておりませんのでご安心ください、ご家族にご迷惑は受けないですよということで、家族の居場所も知っているということで、こういった脅迫の LINE が来たことを受けて、えー、美咲さんはだんだんと思い詰め始めます。事実無根の言われことを言われているけれども、屈したくない、けれども、家族に迷惑をかけたくない、でも自分がいると家族にまで迷惑がかかってしまう。 だから自分が死んだほうがいいんではないかとそういうふうに考えたそうですそして5月の20日の未明に美咲さんは自殺未遂をしましたこれが一連の救急搬送の真相ですこれのどこが探偵ですかこれが恐喝や三河のやっていることです 明らかな脅迫です。これこそ反射ですよね。やり方が反射ですよ、完全に。この三河という人物、反射の組に所属しているわけではないかもしれないですが、やり方は全くもって反射ですよね。反社会的勢力ヤクザのやり方ですよね。どう思いますか、皆さん。これが真実です。 やらせなんてない。この三河という人物と、三島忠樹。あとは新潮の記者の田口という人物。このあたりの人間たちが組んで、一人の人間を死に追いやりました。死ぬところでした。これが事実です。これが真実です。僕から言えることはここまでです。 あとは本人からコメントが必ずあると思いますのでそれを待ちたいと思います。